今回は、杉原千畝氏のご霊尊と、杉原千畝氏によって命を救われた、ユダヤ人の子孫の女性が初対面をしたニュースから。杉原千畝氏は、第二次世界大戦中、リトアニアの領事館赴任時に、ナチスドイツの迫害により、欧州各地から逃れてきた難民を救うため、外務省の訓令に反して、大量のビザ、通貨詐称を発給し、6000人、多くは、ユダヤ人の避難民の命を救ったことで知られています。現在、杉原氏が発給したビザによって命を救われた難民の子孫の数は、世界中に4万人に上ると考えられているそうです。先日、そのうちの一人であるアリエル・サロモンさんが、イリノイ州のスコーキーにあるホロコースト博物館にて、杉原氏のご霊尊、千尋さんとマドカさんと初対面されました。以下、動画内のアリエル・サロモンさんのコメントの概要。戦争の影響を受けず、今こうして存在していることは本当に幸運です。祖父は、ホロコーストによって、一人の兄弟以外の家族を皆失いました。杉原氏により発給された祖父のビザは、素晴らしい物語が存在した証として、そして目にするたびに思い出せるように、自宅に飾ってあります。お孫さんに直接お会いできたときは、心から感激いたしました。以上になります。この報道に、海外から、様々な反応が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、ご覧ください。